当社が求める人材は現職で圧倒的な実績を出している方、それだけではちょっと飽き足らない、もっと上昇していきたい、もっと一流のビジネスパーソンにこう脱皮をしていきたい、成長していきたい、そういった成長意欲を持っている、そしてより一層社会的使命を果たしてみんなに喜んでもらいたい、こういう人を望んでいます。サラリーパーソンであったりセールスパーソンであったり、そういう方を望んでいるわけではございません。共感力がある、ウォームハートがある人、冷静に状況を分析できるクールヘッドの人、これを高い次元で両立している人、そして公認会計士や弁護士、そういったチームで仕事をすることによってよりプロフェッショナリズムを向上させて素晴らしいビジネスパーソンになりたい方、あるいは銀行や証券会社や、そして会計事務所、そういったところと手を組んでよりレバレッジをかけて大きな業績を出していきたい、そういう方を我々は求めています。あなたは何になりたいのでしょうか。 M&A コンサルタントは簡単な仕事ではございません。でもだからこそ3年間10件の制約を積み上げていただければ、皆さんにとって圧倒的な成長が実現できます。異次元の成長ができることを約束したいと思います。リーディングカンパニーとして、そして業界のパイオニアとして、皆さんが成長できるだけの環境、制度をしっかり整えてます。安心してチャレンジしてください。ここから3つのフェーズに分けて皆さんのキャリアを見ていきたいと思います。まずはとにかく重要な最初の3年間です。ここまでは制約10件です。ここまでをどういうスタートを切れるかによって、その後のキャリアが大きく変わってきます。お客様以上に当事者意識を持って考え M&A を実行していく、実現力なくしてビジネスパーソンとは言えません。とにかく制約10件、ここを愚直に取り組んでいただきます。教育体制も充実しております。 M&A の基礎から実践まで網羅的に研修を受ける1ヶ月間の入社時研修、少し先に入った先輩社員と一緒に目標達成を目指す 2-in-1 ニコイチ制度、そして3年未満の社員がしっかりとノウハウを共有していく令和塾、さまざまな研修を用意しております。営業力、会計や税務、そして法務、労務、さらに経営そのものですね、経営者マインドであったり、経営者がどういう判断を行うのかという経営力、こういったスキルが身につきます。報酬体系については M&A 業界では珍しく、未経験の方でも前職給与ベースで設定させていただいております。さらに転職13ヶ月以内に制約をすると、制約お祝い金として100万円を支給させていただいております。それではここで入社3年のエースを紹介したいと思います。立花自身のですね、存在意義って何なんだろう、もう自分一人で勝負する世界と思いまして、チャレンジしてみようということで転職を決意しました。最初は本当に不安はありました。営業のこう総合格闘技というふうに M&A 業界って言われてたので、いや正直務まるかなと、まあ、とにかく食らいついてやるぞと、活動の量で凌駕していくと強い覚悟で来ましたね。1年目はどういう人が売上上がるんだろうっていうのを分析に1、2ヶ月ぐらいはもう当てまして、とにかく動向ちょっと勉強させてくださいと、でそれを自分で試してみて振り返りをするっていうのをずっと繰り返してやってきたのが、今考えると良かったのかなと思いますね。先日自動車整備の会社さんにお邪魔した時に、いやもう働いてほしいと誘われた時に、いろんな面での知識スキルがまず身についたんだなっていうふうに改めて感じた瞬間ですね。とにかくこの仕事ってお客様のその人生に寄り添う M&A というこの経営戦略が一つのソリューションということで提供しております。でそれが実際お客様の課題にバチッと当てはまって解決ができたと。でその時に泣いてこう喜んでもらえる仕事、こんな仕事って多分他にはなかなかないと思うんですね。泣いて喜んでもらえる仕事が、単にこう物を提供して売るっていうだけではなくて、総合的な知識も人間力を身につく最高の仕事かなと思ってますし、そこに非常にやりがいを感じます。こういうことやりたいっていう意見をあげれば、それを本気になって一緒に考えてくれるこの環境もありますし、そこをこう支援してくれる環境、こう大手のブランドがありながらも思想としてはこのベンチャー企業みたいな、その体質が僕はすごい働く場所として最高のステージかなと思います。私にとって日本M&Aセンターは自分を熱くさせてくれる場所ですね。営業活動をサポートする体制も充実しています。
30年以上にわたって蓄積された業界最大級のデータベースと数百人のコンサルタントの知見を掛け合わせることができます。さらに全国の金融機関や会計事務所と連携してレバレッジをかけた大きな業績を出すことも可能です。また社内に弁護士、会計士などの専門家部隊がいますので、ワンチームとなって安心安全の M&A を提供できます。そして海外5つの拠点を構えている当社ではクロスボーダー M&A にもチャレンジすることができます。さらに AI マッチング、 DX による効率化で営業活動に集中できます。そしていよいよ3年目以降、 M&A リーダーとしての成長フェーズです。ここまで来ると業界のトッププレイヤーといっても過言ではありません。 M&A 業界のリーダーは他業界と比べても高いレベルでのマネジメントが求められます。 M&A という仕事自体の難易度の高さ、チームメンバーの育成、業績達成、お客様の幸せ、すべてを叶えるマネジメント能力が磨かれます。さらに3年目以降も三宅卓を超えるという意味を込めた卓越塾、またリーダーシッププログラムなどリーダーシップを学ぶ機会、環境もたくさんご用意をしております。ここでリーダーシップを身につけていただくことで、新領域の開拓や提携、社内企業などやりたいことの実現に向けたチャレンジが可能となります。それではグループリーダーとして活躍してくれている社員を紹介したいと思います。ワクワクしてました。純粋に難しいフィールドで苦労もあるかなと思ってましたけれども、成長ができる環境なのかなって逆に言うと思った。やっぱり M&A の営業はそのターゲット、どういう先にどういう内容をどういうふうに伝えていくのかっていうところも、弊社の場合は自らが主体となって考えていけるフィールドだと思っている一方で、可変要素が多いので正解がないと言いますか、ゼロから一緒にプランを考えて営業をかけて実績が上がった時の達成感はやっぱりその分大きいのかなというふうに思うので、まあ、それをメンバーと実現できた時はやりがいにつながる巻き込み力みたいなところかなと思ってまして、特に私が所属する成長戦略部では、売るだけじゃない選択肢、買収ももちろんですけれども IPO 譲渡するにしても事業会社以外に投資ファンドも選べたりっていう、その幅広い選択肢を、まあ、弊社のグループの総合力を生かして巻き込み力といいますか、そういった連携をして提案をすることで、まあ、そういった力が備わってきたのかな。ビジョンとしては、自身のこれまで培ってきた営業ノウハウを組織に波及できるような人材になりたいなと思ってます。例えばグループ会社にサーチファンドジャパンという会社があるんですけれども、サーチャーとして譲渡いただいた会社の経営の現場に入って営業部門を整えていく仲介ではなくて、自分が譲り受けるという立場に立って譲り受けた会社の経営改善に努めるというようなフィールドも整っているというふうに思ってますので、やっぱりまずはグループリーダーでのこの経験をてこに自分のキャリア視野を広げていきたいなというふうに考えています。日本 M&A センターは私にとってキャリアを最大化させる発射台です。そして次のステージです。6年目以降、経営リーダーとして部長や経営層、そして多様なキャリアを選択するステージへと入っていきます。当社の部長職は他社と同じではありません。経営の一角を担う大変重みのある役職です。当社は業界ナンバーワンパイオニアです。これからも社会課題の解決に向けて最前線で突き進み、業界をリードし続けます。その意味ではここでの活躍が業界全体を牽引するビジネスパーソンということになります。ここまで来ればもうビジネス人生に怖いものはないでしょう。まさに M&A 業界を牽引する MVP を獲得された社員を紹介したいと思います。プロポーズして籍を入れたばっかりのタイミングで結婚式の日取りとかも決めてたんですけど、それでも自分の中でもう絶対変えて自分をもっと高いレベルに昇華させて、自分自身もしかり家族しかり、どん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 こう還元できるようなこう人間になりたいなっていう、時間リソース体力を費やしてしっかりと身につけられるような状態にしようっていうのは強い気持ちでこの会社に入ったのはすごく覚えてますね。MVP という非常にありがたい賞もいただくことができて、自分の中でもさらにもっと高いものを目指してやっていこうという次なる覚悟が生まれたりして、やっぱ部長になってくるともっとこの業界の中でこういうことを実現したいなとか、もっとこういうふうにやると多くの人に認められる仕事になるなっていうのがどんどんやっぱ湧いてくるんですね。
すごく経営陣の方々がこう協力してくれる環境というか、待ってたら何も降ってこないんですけど、こういうことをやっていきたいと、そういうのをこう実現できる土壌があるというか、むしろ新しいものをどんどん持ってきてほしいというような感覚を経営陣の方全員が持っている。各従業員、各役員の方々がリーディングカンパニーで働いているっていう、そういう意識、マインドを持っていたりですとか、もっと業界を良くしようとか、その業界全体がどうなっていくかっていう意識を持って働いている人がめちゃくちゃ多いなっていうところと、あとは恥ずかしげもなく世界一を目指すみたいなことをやっぱりおっしゃっていて、で本当にそこに向けて M&A 仲介という仕事だけではなくて、前後のサービス、あとは海外に出ていくとか、世界を目指している船に乗った上で、かつしかもまだまだこれから作っていくべき業界なので、その業界を作っていってるんだっていう自負のある会社の中で働けるっていうのは、ビジネスマンとして現場のスキルだけじゃなくて、やっぱりマインドセットとか視座とかっていうのは非常に重要かなって思ってるんですけど、自然とそこを備えられる会社かなっていうふうに思っていて、そこはもう他の会社さんにはないうちの唯一の良さだと思いますね。私にとって日本 M&A センターという会社は、自分自身の意欲をすごくかきたててくれる会社環境かなというふうに思ってます。一流の M&A コンサルタント、リーダーを経たその先には多様なキャリアパスが待っています。例えば執行役員として、より一層の会社の成長をリードする方、国内初銀行との合弁会社を設立し31歳で取締役に就任された方、数千数万規模の金融機関と大型提携を果たして社会に大きなインパクトを与えている方、海外中小 M&A の開拓者として海外事業部を立ち上げ世界で活躍している方、当社の DX 戦略をリードし部を立ち上げ、さらにはグループ子会社として社内企業を果たした方、一流のビジネススキルを身につけて圧倒的に成長した後、あなたは何になりたいですか？夢を叶える土台は整っています。当社はですね、精神的にも肉体的にも非常にタフなというか厳しい、環境、仕事でもあります。でもですね、泣いて喜んでいただける、その先にはそういったやりがい、楽しさもあります。だからこそ多少自分の体に鞭打ってでもですね、自己実現するぞとか社会貢献するぞっていうような強いこう覚悟を持ったですね、方にぜひ入社していただきたいなと思います。特に M&A の仕事においては百戦錬磨のオーナー様と対峙をさせていただくので、通常の営業と難易度は変わってくるのかなと、上がってくるのかなっていうふうに思ってます。でそんな中でよくあるその短期的な収益力だけを求めて入ってくると、どうしても頑張れない時が来てしまうのかな。やっぱりこのタイミングで将来中長期的にどうありたいのか、またそこから逆算して次のフィールドは正しい選択なのか、こういった観点でキャリア選択をしていただきたい。高い成長を求めている方ですとか、本当にこう自分の人生をより良くしていきたい、でその中で面白い仕事に取り組みたい、面白いビジネスをしてみたいという方は非常に向いているかなというふうに思いますし、ぜひそういった方と働きたいなというふうに思っております。当社には 3KM という考え方があります。3つの K を大事にする、家庭、そして個人、そして会社の仕事、これを高い位置でバランスさせていく、33、33、33に分けるのではなくて、すべて150点取りたい、そんな気持ちで、我々は人生を過ごしています。そのためのサポートもたくさんしています。例えば今男性の育休もすごく増えてますし、パートナーのお誕生日にはバースデープレゼントを全社員にお送りさせていただいてます。また年間達成者に対してはご家族を呼んでパーティーをする、そういった席で我々がご家族に感謝を述べる MA6 クラブ活動なんですが、これを100作ろうということでみんなで楽しんでいます。こういったところで横のつながりも大事にしながら生活をエンジョイし、そして自己実現していっていただけたらな、そんなふうに思ってます。高い志を持って本当に素晴らしい一流のビジネスパーソンになりたい、そういう方を募集しています。皆さんの応募を心からお待ちしています。